はい、こんにちは。今日はですね、先日これ、250TR ですね、うちに来て少しの間純正で乗ってみますっていうふうに言ってたんですけど、まあいろいろやっぱり見てると気になるところが出てきて、まあネットとか見てるとそれのパーツがいっぱい売ってるんで、結局もうこんなにパーツを買って準備しちゃいました。最初に一番気になってるところっていうのが、私 250TR 買う時からずっと気になってたのがこの後ろですね。リアフェンダーの大きさ、特にこのテールランプの思いっきり出っ張ってるのがどうしても私の好みじゃないかなって、まあこれが 250TR らしくて好きだっていう人もいるとは思うんですけど、まあ、テールランプをもうちょっとグッと近づけてリアフェンダーも短いタイプに交換しようと思います。でそのまま後ろから行くと次シートですね。これシートはすごく迷いどころなんですけど、まあ、今回もうちょっと薄いスムースシートはどうかなと思ってちょっとそれ試してみようと思ってます。ここのサイドカバーのところなんですけど、クラブマンの方はパワーフィルターにしてバッテリー接して、まあ、スカチューンですね、こうすっきりとさせたんですけど、今度は正直ちょっとどうしようか迷ってるんですけど、とにかくここのバッテリーケースとかが少し見えてるのがそんなに好きじゃないんで、これをなんとか変えようと思います。あとは全体的なシルエットの話なんですけど、やっぱり多少オフロードっぽい感じになってるので少し前上がりなんですよ、ここのラインが。なのでできればちょっと前を下げようかな。でそのついでにフェンダーですね、フロントフェンダーを、まあ、これも嫌いじゃないんですけど、もうちょっと低い位置にフェンダー変えて、まあ、オフロードっぽくなく、今回ちょっとトラッカーとかボバーとかそんな感じでやってみようかなと思います。あとはハンドル周り、ライト周りですね、まあ、特にこのライト周りやっぱりちょっとすっきりしないので、この辺をベースライトとかに変えてすっきりしたいなと思います。あとはハンドルですね、ハンドルもかなりこう手を開いたような状態になっているので、もうちょっとこうナローなタイプに変えようかなと思います。そんな感じで、作戦が決まったものからどんどん購入していってたら、いつの間にかこんなに山盛りになっちゃいました。ちょっと時期的に欠品しているものもあってまだ届いてないものもあるんですけど、ちょうど年末年始の休みにもうすぐ入ってくるので、休み期間使ってゆっくりじっくりとカスタムしていこうと思います。